1984年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。仙台市地下鉄南北線の建設に伴い、既存の高等大公園を突っ切る形で、東2番、t 通との間のクランク解消工事が実施された東道南端付近。クランクが解消され、東2番、t 通と直線的につながった。 東道南部。高東台通りは、仙台市青葉区の高東台公園前から通り町2丁目交差点までを南北に走る道路の愛称である。旧国道4号。江戸時代には、小殿で江通り、戦前には、高東の大通りと呼ばれていた。停前寺通りを南端とし、北四番町通りを北端とする短い道であったが、仙台市電、北、仙台線の設置までに、 北側が北十番町にまで新規延長された。2016年3月までは北四番町を境に南は国道48号、北は宮城県道22号仙台線線であった。南端の定前寺通りとの交差点は以前は定次路であり、東2番、定2とはクランクとなっていたが、仙台市地下鉄南北線の新設に合わせ、1986年に 高等大公園を貫く経路に付け替えが行われ、東2番、定通と一本の道でつながった。このため、仙台市役所付近で緩やかにカーブして、東2番町通に接続している。定前寺通りとの交点に高等大通りの南端を示す案内標識が掲示されているが、2018年、 現在、高等大通りの区間であるにもかかわらず、東二番町通と誤記される例がしばし見受けられる。ありがとうございます。